はい、2回戦もサクッと突破しましたね。いや、早かった、早かった。見応えのある2回。お前、天使の歌使うんだったよね、もともと。天使の歌すら使えなかったね、メヒナ、今回は。ヒナちゃん頑張って、かっこよかった。俺、かっこ悪かった。DLC 使った。さあ、準決勝ね、翼ですよ。さあ、こいつ確かね、こいつ確かね、メタれるんだよな。いやー、魔法使い系なんだ？火力高いんかな？あのさ、もう呪文4つとかいう構成やめてくんない？某ね、動画でね、メタってる動画を見つけましたよ。このパーティーがですね、まあ、呪文だらけなわけですよ。要は。はい。ほとんどが呪文なわけですよ。はい。メタることが可能です。待って！刺さるって言ったじゃん、僕このパーティー！ 32！ 頼む！決めて！よっしゃ、ハブレダンスドラゴンが神ってた。なんだ、30。このゲームの使用上、敵を見てからチームを変えれるっていうのはまあ利点ですよね。はい、こんなふざけたチームですけど、めっちゃふざけてるチームしか見えないんですけど、これが目立ったチームですね。完全に目立ってますよ、私。まあ、要は向こうは全体呪文ばっかするわけじゃないですか。はい。なので、メタル2人で固めて、もう1体適当なもん入れるだけですよ。ちょっと、いいのか、それと。ちょっと、戦法としては、だいぶおかしいな方の方向に走ってるんですけど、ちょっとした負け筋があって、削りきれないってことなんですよ。賢者が、ほら、はぐれ、メタルキングが戦ったじゃないですか。なんで、このヒットアンダーウェイや、ミダテンの表示、あやいばが、残念な方向に行ってしまうと問題で。はい、オッケー。はぐれメタルとメタルサイムがそこそこね、モンスターマスターの称号で打点が出るようになってるんで、この2体がちょっと重要です。どっちかといえば。目にも止まらぬスピードで、ね、よく当てたね。よく来てほしいな、取ったら。オッケー、キラキラキー！オッケー、オッケー、オッケー、もう返したよ。さあ、向こうのね、呪文なんて、うーい。ダブルアタッカー電電流なのよ。基本的に単体攻撃になっちゃうと、結構、単体攻撃になったらもう痛いです。大体電流にいっちゃいます、これ。はぐれメタルのヒットアンダーウェイ、おい、強。ハグメタルのヒットアンダーウェイはほとんどあまり意味なしてないんですよ。結局のところさ、単体攻撃は電電流に行くし、判断力みんな高い連中だから。まあ、これは食らえません。62。62。はははは。舐めとん。舐めてんの。ギマホーン。ははは。もう見ててください。今悲しいことになってますが。今こいつめっちゃ悲しいことになってる。今こいつめっちゃ悲しいことになってるよ。ギマホーン。52。なんなん。なんなん。全体呪文を選んでくれたらめっちゃありがたい。てか、祈祷師は絶対もうね、1体しか攻撃できなくなっちゃってるから、悪魔進化のダブルアタックと、賢者の時空の杖、時空の杖も全体攻撃だっけ、確か。そのあたりがめちゃくちゃ悲しいことやってます。その程度で。誰がメタレと言ったんですかね。まさかの攻略パーティーが存在してしまうの。賢者らしい賢者チームやけどさ、こうなるもんだって。ナイス、悪魔進化は避けないよ、そんなに。はい、オッケー、よー。しっかりね、もう逃げつつね。まあ、電電流がそこそこ硬いモンスターであるからね。あかんじゃないの？うー、それはあかんで。どっちにしろかいのガードされるし。まあ、言わずは大丈夫でしょう。さっきと同じ目に遭います。全然効きません。もうこの見てるだけ無駄ですよ。42。まあ、もう一回やろ。40。それでも80かよ。2回攻撃しても80って。山彦の悟りをこいつらが持ってたら確かに強かったな。こういうパーティーって山彦の悟り持ってたら強かったんだけどね。もう見てて楽しいわ、このダメージ。ギマホン。だからやめとけって。やめとけって。恥の上塗りになってんだって、お前やってんの。お前恥の上塗りだぞ、それやってんの。53。いや、もうお前らのダメージ見てて悲しいよ。砂煙行ってみよう。どうだ？デンデリオナイス！これはね、ギガデインして、はぐれメタルかメタルサイムが動くだけで勝ちだな。うん。見えた、貸し寿司。おっと、通行か？おー、危ねえ、怖っ。大丈夫、順調、順調。メタリすぎたな、このパーティー。これはちょっとメタリすぎた感が、はないんですけど、まあ皆さん、たまには許していただきたい。こういうこともあるんだぜってことですよ。いいね。さあ、ラスト誰か決めてくれ。ラストは、はぐれ、お前が決めるか。来た！ムスの推し、ガトウィングアタック！行くぜー！ほらー！はい、勝ったー！こいつら一番楽だわ。さあ、
準決勝も無事に終わりました。準決勝、お前よく上がってこれたな。いやいや、お前よく準決勝まで上がってこれたな、そのパーティーで。匠が一番強かったぞ。さあ、ラスト、神ツンツンです。さあ、ラストはね、このね、こいつなんだよ、神ツンツン丸。さあ、バトルマスターのね、大輝と最後ですね。うん、ここは一発で行きたいな。いけてたでしょ。うん、いけてた、いけてた。よっしゃ、行くぜ。よう、わ、ちゃはははわー、よけな、消えなっちゃった。そのおかげで。え、なになんだ、おぉ、あー、二足の差か。さあ、決勝戦で相手のチーム確かね、デスストーカーとか死神騎士じゃなかったっけ。そう、風林火山死神騎士デスストーカーだ。こいつら確かね、行った目になんかね、行った目になんかめちゃくちゃなんか変な技ってくんだよな。したらまあ結局ね、舞踏狩り、まあ前回モンスターマスタークリアしたんで、今回は舞踏狩りクリアしたいと思います。音も変わんねえな。変わらない良さがあるな。モンスターマスターの時はあんなにコロコロ書いてたのに、舞踏狩った時やっぱりこれかよと。最強勇者決定戦決勝戦ですよ。で、このね、死神騎士ですとか、まあ、すごい脳筋チームなわけでして、まあ、言ってしまえばね。ちょっと怖いのがね、やっぱ、めちゃくちゃ怖いなって思ってんのが、1ターン目に確かこいつマジンのガンダス使ってくんですよ。はい。二択なんです。全部が、すべてが二択のモンスター。単体攻撃だけっていうのは存在しないんで、これで3連回心とかあり得るからな。怖えぜ、このターン。さあ、回心時出やすくなったぞ。怖い怖い。お、早いね、疾風陣内かい。まずここでね、主人公は無駄してくれました。ラッキーラッキー。まあまあ、ここで食らうは仕方ないよ。まず疾風陣をね、無駄にする。一回、魔人の監視。さあ、ここで行きます。クロスコー。悪霊再三。クロスクロス、それ違うって。バトルマスター打撃に硬いからね、死神の騎士にクロスクロー当てれればって感じですね。で、デインはね、大丈夫です。デインは基本的に誰にも断念取れるから、はい、ナイス。デスストーカー死神騎士はデインに弱いから大体打点取れるね。トマホーク当たってねえぞ。さあ、ここでフルスイング来たか。これは来るか、さすがに。来るか。アイガード、キラキー。魔人の関節全部無駄にしたよ、あいつ。あいつ魔人の関節全部無駄にしたぜ。キースコ行くぞ。回れ、はい、オッケー、キラキー。キースコナイス。いいよ、普通にメダれてる。てか、普通にこのパーティー、普通に強いんだよ、多分。キスココドラ、武道家なんざ。さあ、ここでクロスクロー、行くぜ。悪霊退散、それ違うって、クロスクロー。はい、全然。誰狙ってんだよ。さあ、全員で打点取って。みんなポカやらかし始めたぞ、なんか急に。さあ、キスココドラ、デストーカーに突撃するというね。ほら、行くぜ。あかんって、そりゃ。それはあかんよ。まあ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 、次つばぜれしとこうか。さあ、来ました、最後の切り札です。全ての武器を投げ捨ててね、一時の風がひらめいて特殊技を投げつける。どうだ、おっと、ここ食らう。まあ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 、麻痺しないなら大丈夫。怖いな、ちょっと待って、風林火山やばくないか。風林火山、うん、林、おお、針か。おお、よかったよかった。マッスルダンスです、見てください、こいつ踊ってます。だから、やめ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 。お、体見せつけとるわ、こいつ。だから、なんやねん。すいません、しまーす。やるか。8秒式よ。同じクソ雑魚になっちゃったじゃん。どうしてくれんの。よし、やっぱ2秒式の方が良かったんかな。8秒難しいんだけど、めちゃくちゃ練習いるぞ、これ多分。はい、デイン行きまーす。はい、もうほとんどゲームです。なんだったらこのターンにキースドラゴンの当たり具合でもうギガデインで勝ちになりますよ。トマホークです。やめ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 、当たってねえぞ。同じこと、しかも同じやつに当たってない。キスか、ここより吹きか。なるほどね。でも打点取れればいけるんじゃない。あー、はい、あ、ライアン。ちょっと待って、死神の騎士がゆっくり陳事発生。ひょいってよけよる、あいつ。
いやもうゲームゲーム勝てる勝てる、もう勝てるよ言っとくけど、いやもういいよ普通にこれで勝てると思う、下手にスペシャルカード使わなくても勝てるよ多分、嫌な予感がするけどちょっとだけ。いくぞクロスカー、狙います必中、じゃあちょっと違う誰になってんの、ちょっと待って、風林火山怖いんだけど、なんかワンチャンありそうで怖いんだよ、この技。めちゃくちゃワンチャンある技だもん、だってそもそもが。あい、危ねーい。怪しい。さあ、アイスクラッシュを。行くぞキスコ、はい、オッケー、ラスト決めろ、ラストはやっぱりお前だ。コドラン頼むわ。いや、この勝負、いただきました。お疲れ。イエーイ。まあさすがに一発クリアか。クロスクローが死ねめき知ってたら奪うとイエーイやっとったんやけどね。さすがにそれは無理だったわ。まあ順当に普通に勝ったって感じやな、なんかモンスターパワーで勝った感強いんだけど。いやでも序盤からこの2体疲れの悪い。はい、代表優勝優勝者になりましたよ。他の2つの職を差し置いて代表優勝ですよ。もう泣いてるわ。もう泣きやんだわ。早いな。あれなかった、リーダーが負けた。普通の瞬間、どっちもすごかったな。うん、リーダーかっこよかった。おい、俺を褒めろ、俺を。いや、俺を褒めろ、お前。誰も褒めてくれへん。そうじゃなきゃ面白くないさ。こっちも熱くなってきたぜ。リュータ、お前、だって俺、リュータに勝ったからね。ビギナーズラックじゃないことをね、教えるしかないな。代表優勝決定戦優勝、イエーイ。天空の三神器、これ強いんだよな。三神器もらえるんだ、もう。いらねー。はーい、これ代表優勝ですね。じゃあ、次回は何の大会になるか。決めておりません。